ランチャーに搭載された S-310 ロケット1号機実物大模型 S-310 ロケットは東京大学宇宙航空研究所の開発した単弾式固体燃料観測ロケットである。製造は日産自動車航空宇宙事業部。南極観測用に S-210 ロケットと共に開発された S-300 ロケットの後継として開発されたものであり。 S-300 ロケットの問題点であった、飛翔中に、向かい角が異常増大する現象を、大気中を飛翔中から積極的に、スピンをかけることで改善している。1号機飛翔以来40機以上の飛翔実績がある。また、国立局地研究所によって、南極の昭和基地からも、派生型である S-310JA ロケットが12機、飛翔している。 主に上空大気を観測するための理学ミッションに用いられるが、宇宙空間での光学実験を目的とした利用もされている。チャンバは、クロムモリブデン構成である。後部が先に消失する二段水力型の固体燃料グレインを持ち、重力損失が大きい低高度では高水力を発生させ、空力加熱が増大する燃焼後期では低水力を持続する。これによって、 空力加熱の緩和とより高い高度へ到達が達成されている。シタン合金製の尾翼は S-300 ロケットの失敗を受け、機体の軸を含む平面に対し0.8度傾けて取り付けられている。これによって発射後29秒の燃焼終了時には 2.8Hz のスピンを持つが、化学観測時には 1Hz 程度に下げる必要がある。ため、 軽機部には発射後50秒で作動するヨーヨーデスピナが搭載されている。ノーズコーンは CFRP 製で大ジャイブ形状となっている。30号機以降は S-310 改めモータが用いられている。これは旧世代化した推進薬とチャンバ断熱材の世代交代と点火方式の一新を図って計画されたものである。推進薬については CTPB 系の BP-28 から HTPB 系の b p 2 6 j へと変更され、それに伴いグレインも再設計された。この変更に伴って燃焼中期の内圧振動継続時間が改善されている。また、従来用いられていたグラファイト製ノズルスロートについては、ミューファイブロケット4号機の失敗を受けた。 信頼性工場の設計変更がなされ、新たな被破壊検査法が導入された。ありがとうございます。